声優や作家として活躍する池澤春菜さんは中学時代、持ち物を隠されたり、避けられたりするいじめを受けました。学校に居場所がないと感じ、高校時代に留学したタイでは、ホストファミリーから食事を与えられず、さらに辛い経験をしました。しかし、留学やアルバイトでの経験を通じて、くだらないことに付き合う必要はないとありきれるようになりました。子供たちに没頭できることや 心が逃げ込める場所を見つけけて欲しいと呼びかけます小学生の頃から読書が大好き小説から哲学的な本まで大人向けの本ばかり読んでいました「輪廻輪廻転生はあると思う」と大人と議論をするのが好きで学校では休み時間や放課後は一人で読書に没頭することも多くありました「周囲になじめず学校に私の居場所はない」 だけど耐えなければと感じていました。中学受験をして入学した中高一貫校では、さらに友人関係に悩みました。週1のある日、机にしまっていた本が見つからなくなりました。周囲から、気づいたみたい、どうするんだろう、と嘲笑うような声が聞こえました。みんなの目の前で探すのも嫌で、放課後に一人、教室中を探しました。本は掃除道具入れで見つかりました。 グループ分けをするときには存在しないかのように扱われ、いつも最後まで。